いや、映ってない。なんかループしてるって。戻りますか？撮りました。ということで2着目は夢のデッドボディの衣装を着てみました。こちらもですね、ちょっと
2種類ありまして、左右で形が違うイヤリングになっております。よいしょ、はいよ、はい、こんな感じでいつも劇場公演で夢のデッドボディを披露しております。よいしょ、でやっぱりなんといってもこのアシンメトリーのスカートが可愛いですし、この黒のジャケットもねすごいかっこよくて、なんといってもギターを持ってのパフォーマンスなので、ちょっとピックを持ってきます。こんな感じで衣装を着ております。はい、これはですね、あ、ちょっとちょっとチューイングをしていないのでちょっと音は違うんですけど、音が違う、音が違うんですけど、こうやって見ております。こちらが2着目の衣装でした。はい、そうですね、この夢のデッドボディというユニットは今年の生誕祭で初めて披露した曲で、まだ4回5回ほどしか披露はしていないんですけれども、すごいやっぱり一人で歌唱してギターも弾いてっていうのはいつも緊張して、本番前はいつも手が震えてしまいます。そうですね、なかなかねギターを弾く経験がないのでありがたいですね。はい、ということでこちらが2着目の衣装でした。それではギターを置きます。よいしょ、はい、ということでそれではですね、次はこちらの中盤曲の衣装を着ていきたいと思います。なのでじゃあちょっと曲を変えます。
番曲の衣装を着てきました。こちらはですね、あの初めての星からあのドガとバレリーナまで着ている衣装になります。真っ白で本当に曲の世界観にも合ってて、とても可愛い素敵な衣装です。どうですか？なかなか多分衣装をゆっくりじっくり見ることってあんまりないので、すごくレアだと思います。この形もメンバーによって違っていて、ジャケットの形だったり、この肩出しだったり、アクセサリーもブレスレットとネックレス、あ、ちょっとネックレスをありがとうございます静電気が、ネックレスもイヤリングもメンバーによってそれぞれ違うので、それを見てみるのも楽しいんじゃないかなって思います。ということでですね、歌を歌いたいと思います。先ほどはあのオープニングの衣装を着て、ここにだって天使はいるを歌ったので、中盤曲の衣装を着て歌いたいと思います。汗をどれくらい流したでしょう。
ジョネスハイウェイではこの冠をいつもつけているんですけど、この冠ににわかせんべいの子がいたり、缶バッジがついてたりするんですけど、にわかせんべいもピンクの色の子がいたりだとか、いろんな種類の装飾がついているので、ぜひそこにもチェックしてみてください。いつもはゴーゴーゴー飛ばせってしております。そして少し苦い人生相談の時からヘアピンをつけております。はい、このヘアピンとかもメンバーごとによって違うのでそう、可愛いんです。衣装がここのワッペンとかこういうロゴだったりも、この袖の部分とかもメンバーによって違ったりするんですよ。私はさやまるさんの衣装をお借りしているので、さやまるさんの衣装になっております。はい、こんな感じですね。ね、そう、ここに立って天使はいる公演は楽曲でも本当にいろんなジャンルの曲がありまして、可愛い曲から始まって、中盤ではかっこよかったり、ちょっとシリアスな雰囲気の曲があったりだとか、そしてアンコールでは元気な曲があったり、もう本当に全力を注ぐ不毛の土地を満開にっていう曲もあったりで、本当にいろんなジャンルの曲がある。ここになって天使はいる公演なので、衣装もね、本当にさまざまな種類の衣装をいつも着させていただいております。キャー、あっという間に24分ですね。皆さん今日は楽しんでいただけましたか？そう、最初の1時間は私服紹介をして、ビスさんの配信ということで、ビスさんの雰囲気を意識したお洋服を3着選んでみました。はい、そして今の時間は公演の衣装を着て、ちょっとカラオケ配信をさせていただきましたが、どうでしたか？皆さんがなんか、わあそんなことがあるんだとか、発見があったりだとか、あとはなんか衣装見れて嬉しかったなとか歌聴けて嬉しかったなとか、少しでも思ってくださっていたらすごく嬉しいです。今日はですね、見てくださって、コメントもしてくださってありがとうございました。それではちょっと先にランキングを見ましていただきます。いきます。13位しんさん、ありがとうございます。12位まさるさん、ありがとうございます。11位ランニングマンさん、ありがとうございます。10位まさまさアットマーク森崎隊さん、ありがとうございます。9位陽一郎さん、ありがとうございます。8位、9位コニュマさん、11位陽一郎さん、ありがとうございます。10位が陽一郎さんで、9位がコニマさん、ありがとうございます。8位カニカマポさん、ありがとうございます。7位スミさん、ありがとうございます。6位が佐世保のてっちゃんさん、ありがとうございます。5位千葉のあつおさん、ありがとうございます。4位ピンストライプさん、ありがとうございます。3位モーさん、アットマーク香港さん、ありがとうございます。2位 MJ ジュンヤさん、ありがとうございます。1位は大阪のタオさん、ありがとうございます。ということで、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？ビスの配信もですね、今日を含め残り2日で、明日が最終日となるので、最後まで皆さんと一緒に駆け抜けられたら
嬉しいなと思います。明日は5時半から6時まで、はい、5時半から7時まで配信、1時間半配信をして、その後公演前の明日は坂上公演に出演させていただくので、5時半から6時までの30分間公演前に配信をして、公演後の、9時から9時59分までの枠で配信しようと思っているので、皆さんぜひ見に来てくださると嬉しいです。明日はですね、坂上公演の準備前、始まる前に同期の子たちが遊びに来てくれるかもしれないのと、あとは公演が終わった後に同期が遊びに来てくれるのではい、皆さんぜひお時間あるとき見に来てくださると嬉しいです。ということで今日はありがとうございました。皆さんが見てくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。